昨日のあの場所が怖くなかったのは何だろう。危険は感じたのに。私といれば怖くなくなりますよ。あれに気づくのとは違う。遠くにいても一目で見つかる。俺はあんたを、あんたは俺を、きっと見つけることができる。これは一体何なのだろう。帝くん、なんでいんの。今日オフですけど。偶然、霊感、運命かな。なんかよ、半沢さんから資料が来てたんですが、紙で来たので渡そうと思って。ああ、デート化をする。うん、あと君も目を通して。その場所は近づかないように気をつけてください。何、やっぱ危ないの。わかりません。でも君は影響を受けやすいから、私の作ってるのと混ざると危ないかもしれないから気をつけて。じゃあ。ん、ま、待って待って、今あんたも作ってるって言った。うん、ああ、あくまでも似たものですけどね。私のやり方ですから。同じ発想の人がいたとは驚きでした。いや待てよ、あれって悪いもんだろ。悪いとは。俺にはあれは毒を溜めとくダムみたいに見えた。あれを使ってなんか、例えば人を呪う以外にいい使い道ってあんの。そうですね、私が考えているのは、今は清掃業だけどその前の段階もできないかなっていうことです。前。はい、汚して片付ける。今は片付けばっかりだけど、両方できたらいいと思いませんか。マッチポンプってことかよ。マッチ、どういう意味の言葉ですか。汚すってのは呪うって意味か。経済的でしょ。あっ、帝くん、なぜ怒ってるんですか。帝くん、君、自分から見せてみろよ、あんたの中。私の。いつも俺ばっか覗かれてフェアじゃねえんだよ。あんた本当はどんな人間なんだよ。私がどんな。別に私は、君には私の確信を見てもらったっていいんだ、いつでも。でも私がどんなかって、そんなの私にだってわからない。え？おーい！おーい！何か見えた？見えて、それで私のことがわかるのかな。そんなの、分かっても分かんなくても知りたいと思っちゃダメなのかよ。 あんたにとってどうでもよくても、俺はあんたのことが知りたい。